さあ今回も三国志13 is PubKit。今回ね、洛陽をね修復しに行こうかなというプレイでいきますので、まず洛陽が、このイベントで消えるのをまず待ちましょう。でここで遷都すると。でそれによって私はですね、イベントが起こるので、これを読んでいこうかなと。まあこれ説明ですね。さあ、遷都の際、東卓軍は洛陽を気払いありとやれる武士を持っていった。価値のなくなった洛陽を諸侯は無視し、荒れた都市の跡だけが激動の歴史の中で止まってしまったと。さあで、私たちも、このコンビですね。さあ、憧れた洛陽。渡辺はね、商人なので、まあ多分洛陽に憧れているんじゃないかなと。さあ、前はですね、渡辺からの誘いでしたが、今回農民から誘っていくと。さあね、民を助ける民集団、自警団と言ってますが、今私やり直した際、商人で遊んでましたね。さあ、反東卓連合に入ろうとしたと。さあ、剣を抜く炎章という過去があったなぁと。これね、間違えて統率を3回入れちゃうっていうね。本当は政治上げたかったんですけど、政治1なんでね。で、洛陽に行きましょう。行くとしよう。で、あのイベントの発生条件は洛陽が東卓軍所属ではないと。そこじゃない。そこじゃない。行くとしよう。どこで旗揚げするんだ？成長かな？よし。ハイ現象が誘えるね。いろいろ新しく農民2とか作りまして。まず、この2人でしょ。兵士と将兵、一応戦争用に連れてき作ったんだけど、フルーツしていっかな。農民に。これね、長老、実は父上ですね。農民にと兄弟関係になりたかったんで作ったんですけど、連れていくか。肺現象欲しいな。戦い抜くのみだ。報告します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 。全員駆けつける。申し上げます。申し上げます。あ、ちょ、待って待って、今さ、勝手に2人来たよね。勝手に2人来たんですけど、大丈夫？お金、マイナス2100ですよ、こっち。それは厳しいね。ちょっとあと、異名を名乗り直さないとな。召喚か。この私兵を連れて戦闘を行うっていうのわからないんだよね。軍師なんてなれるわけないしな。召喚行くか。いや、どこがってで、まずは、成長でね、とりあえず復興なんで戦闘はしないです。もう今回も終わりも全く戦闘せずに行こう。大衆から兄上に任せるか。渡辺任せよ。報告を扱っております。で、重臣なんだけど、軍事はね古土で、軍師はまあ父上かな。内政いるかな。兄上に任せるか。報告を扱っております。まずは早急に商業を開けないとね。お金がゼロじゃないか。平積みの書状もらおうか。これお金どうすればいいんだ。あ、渡辺じゃないな、これは普通の農民だ。聞いてくれ。調査はやっていこう。どうしか誘うだけ誘っとくか。やるか。とりあえずね、時の隅はね本編と同じなんで、あ、父上からね溢れる仙人感が半端じゃない。この9500入れらんねえかな。お金がもったいないぞこれ無駄に。内政やってられるレベルじゃないからね。要求するかくれないだろうな。じゃ待ってみるか。収支ゼロとはいえいくらかこっち来るんじゃないか。諦めるはたやすきことです。諦めるが良いって言ってるから無理なんでしょうね。ご用は何でしょうか。始めるか。とりあえず母兵でもしてお金を待つか。ラキオどうしような。あ、200200来た。200どっから来たこれ。聞いてくる。受けたまわった。開けてこい。私農業9持ってるんで農業が来たらやろう。すまんな。よき承知しました。まずは商業だ。んしかにいいよ。やめろ、お金がないんだ始めるか。このお金はね、調査から湧いてきたのかな。何もなかったんだね。あ、でもお金があるぞ。聞いてくれ。たやすきことです。お金どっから入ってんの、これ。いや、やめろ、やめてくれ。やめて、ご慈悲を。ご慈悲をくれ。いざ。これでも食らえ。あ、格好変わってる。とはいえな。崩しが来たら終わりなんだよな、こっち。崩し。こんなんでいく。こう頼む。崩しこないで。崩しこい。崩し。うわ、ガードされたしまった。3段階防御すればよかった。これでどうだ。いや大したことないって。商人だってもともと。このお金使いたいな。1000もあるぞ。使われちゃったかね。こうなったか。聞いてくれ。喜んでお受けいたします。とりあえずお金が500くらいになるまで待って、300でもいいか。お聞き任せ。大丈夫かな。中性が大丈夫か気になるんだ。季節ごとに始めるか。お金使っちゃうんだけど、とりあえずコローカンに向かおうかな。終わったら失礼いたす。すまんな。ありがとう。たやすきことです。失礼。たやすきことです。うん、手伝うけど多分プラス1だぞどうやっても。兄上何も言ってこない。兄上農民以外何も言ってこない。即握手。喜んでお受けいたしますいや変わんないんだけど。このようになった。すごいあ、兵士でも無理だな。よき案が。頑張って。お前か。紙幣を持って出陣はどうやってやるんだろう。よし。兵糧ないじゃないか。いらん。あ、紙幣とがあるんだ。なるほどね。いざ出陣だ。いやあれあれコロカン取ったら帰るんで別にね必要はない。なるほど、じゃあ紙幣も集めるか。さてこうなったか。みんな忠誠大丈夫かな。ここも取りましょう。行くぞ。農業が500プラスされるってことかな。もうお金ない。巨匠取るか誰かあそこに入れてお金を分配してもらうか。兵糧渡せるわけないじゃないか兵糧収入も少ないからな。始めるか。お中止マイナス1200 1000切りそうですね。もう最大ですね。そろそろ農業やらせるか。兄上もねかなりできるんですが私でやりたいところ。始めるか。母兵やるんじゃなかったな。報告いたす。商業を最大に差し切って失礼いたします。ありがたい。どんくらい貯まるんだろうこれ。農業私がやると手伝ってもらって昼夜3交代制。やるか。どんなもん入る。ちょっと経験値やばそうだな。政治が私2なんでプラスあ3か。経験値は10。さてこうなったか。今何プラスだった。もしかして奇跡だね。さてこうなったか。ん結構入るね。さてこうなったか。さてこうなったか。いいねいいねいいね。さてこうなったか。ん官僚の方かなあれは農業。そっか私たち全級だから、ね、ちょっと母兵もしたいんで一旦任せよう。やるか。あー龍太負けそうだな。よろしいでしょうか。ありがとう。できないかな。止めにはいけないしな。やるか。んああいう取れば勝手に。うちもじゃあ近くの港取るか。プラス効果は何でしょう。ないのか。ここはあるんだよね。ここ取ったら絶対通ってくと戦争になるからな。始めるか。ちょ人増やすかな。もういいんじゃない。還元そろそろいいぞすまなかったな。さてこうなった。ありがたい。ちょチェーン増やしましょう。この都市をまあコンビニに例えれば今コンビニに7人ね働いてる人がいると。失礼いたします。それはいらないよねって話ですよね。これ以上何もらおうかな。もらおうかなというか中断の書物もらうか。上中下みたいなものですね。こう当たりを引いたことがないんだけど当たりを引くとどうなの。上段を引けばいいのかな普通に。あ、還元入ってお前取れんのお前取れんのそう安民取れんのやばいな。ちょっと待ってちょっと仲悪いんだよね還元と。よくぞおいでくださいました。その辺の石あげるわ。これはあ欲しかった欲しかったんだ。家宝名品作れるんでその辺の石作りました。まあ価値がそんなにないよく売ってるような石ですね。ああかわいそうに。多忙を極める君はいらない。やるか。私もいらないんじゃないか私行かない方が多分強いぞこれは。別に200日持ってかなきゃいいじゃん。はっ、ご期待あれ。金がない。互角だな。失敗だ作戦は。お任せを。曹操軍の進撃を阻みたかったけど無理だったな。40でいいの？お金がないのか。よき承知いたした。即合おる。喜んでお受けいたします。俺のお金を入れられたらいいんだけどな。めちゃくちゃあるぞお金。始めるか。前作とかいう次元じゃないけどかなり前の作品ならね、国庫っていう、国庫かな、年ごとに、ね、お金があって引き出したりするんだけど。よろしいでしょうか。すまんな。これ取りたいな。うち始めるか。来ましたねお金。承知しました。聞いてくれ。承知いたした。農業文化ともに上げて聞いてくれ。調査に意味があるんだ。たやすきことですさてこうなった。光栄に存ずる。みんなの忠誠見てくるか。直で見ないといけないっけ。あ、100ですね。民心が12っていうのはまずいな。お、なんだやめろ、一騎打ちはやめてくれくそ、ご自力で。前の経験からいくと防御3いけるかな。これが決まれば一発なんだけど、崩しが1回でも取ればお渡辺我が力、これでも食らえ。でやっ我が力思い知ったか。すごい経験値だ。あ、おか、兵がくれ、兵くれましたね。訓練するか。65 6、何年かかるのこれは。終わるまで何年待てばいいんだ。始めるか。即合理。たやすきことです。私兵の強さは何だろう。都市の強さには関係ないのかな、兵の。失礼いたします。ありがたい。どうぞ65。これ何のパラメータに依存してる。統率か。統率はないからな。やるか。よし、来客です。何かこのようにしてはいかが言うねえ。頑張ってくれ族、倒せ曹操。弱いな。検索いたす。民心、それはね、いいね。たやすいことだ弱すぎるでしょなんだ。ああ、説明にありがとう。農業ももうすぐ最大だね。お、ナイスナイス。やっちゃえやっちゃえやっちゃえ。難易度3じゃない、優しいでこのスピードはねちょっと速いんじゃないかな、進行が。じゃあ巨匠を取るか。私がねなんと1万、あれと紙幣3000持っていきたい。いざ出陣。兵糧あるんだ。報告します。確かね、方針倒すと曹操は巨匠を取るはずなんだよね。先にやっときたい。あ、来た、連環の刑来たね。勝手に進めよう、どんどん。報告を扱っております。大農家欲しい。よし、さてこうなったか。遅っめちゃくちゃ遅いですよね。誰もいない都市を取るのに時間がかかるっていうね。ここ取れば適当に1人ぶち込んで、あとは放置でいいかな。ものすごい時間かかる。お金があると文化をやらせよう。やっと来た、やっと来た。廃墟じゃなくなる。ああ、間に合った間に合った。いらんいらんいらん。ここにはやるか。違う違う、大衆として何を置くと。報告を扱っております。やるか。董卓に朝鮮を奪われる。年間の件はいいか。さあ、あれどうなるんだ。呂布はどこに行くんだ。あれまだか、まだだね。とりあえず今は多分ここにいるのかな。韓服じゃない、徴用の場所にいると思いますね、呂布は。よし、向かうか。なんか売ってくれい。さて、ようやく廃墟ではなくなったというところですね。なんかお金がないので、まずはこのために取ったとかないですね。こっちに送るってことは、ここに101、何を色切り替え全部、あ、兵糧になってますね。金にして、あ、兵糧だね、兵糧逆か。逆だね。ちょっとまた戻りたいんだけど。外分配、あ、ここでいいんだね。全分配は何、どっちに行くの。徴収全分変わんないな。2個しかないからか。よし、とりあえず4000お金あるんで速攻で商品あげよう。聞いてくれ、承知いたした。おき任せ。さて、しばらくはちょっと天下の情勢を見ていようかなというところで、次回もちょっと番外編2ですね。